村上一平一月8日台は、日本の実業家、医療法人同愛会白愛病院理事長。白愛社長、裁判所調廷委員。元与那子市長、野坂幹事は、父常三のいとこにあたる鳥取県与那子市、小高町出身。吉成小学校、米子中学校を経て、昭和19年京都、帝国大学経済学部卒業。 昭和21年に米子市国民健康保険組合上無理事昭和23年米市信用金庫勤務昭和29年米市駅前支店長昭和33年米子西支店長昭和36年市長である野坂が大仙観光開発の社長になったので手伝うために入社する土地を買いリフトをかけゴルフ場を作るなどなから U を創造する仕事だった。野坂が死去し、初期の事業の形が出来上がる頃、松本よりの根性で白愛病院に移った。昭和24年、青と昇る松本など10名ばかりが集まって、味噌次会が結成された。昭和27年、味噌次会を拡大して、のり広会という信仰団体ができた。 この名称はその年に生まれた青と昇の長女と村上の長男の名を取って、のりひろとした。のりひろ会が専門大棚青年部と協力して、青年会議所に発展的解消を遂げたのは、昭和33年7月12日であった。初代理事長、稲田松太郎、総務委員長、村上一平、事務局長、山本盛夫。野坂幹事長、 よなご会話203ページ、私のこういう症状416から417ページ、私のこういう症状415から416ページに、海軍では鳥井道夫君と兄弟と、電速学校の区体が同じで、なぜか気があって、特に親しくしていた。とある。ありがとうございます。